今回はいよいよ日本の時代がやってきたを紹介します世界の中で日本を仰ぎ見る国がどんどん増えている日本人は世界最高の金と暇と教養がある日本経済の成長戦略のヒントは日本の若者新中流の遊びの中にある草加公人の新新文化産業論草加氏は「 前書書きで本書を単なる読み物と謙遜していらっしゃいます確かに痛快なまでの語り口は一気に通読させる魅力は独自の発想で何者にも束縛されず自由活発に書かれているからだと感じますもちろん単なる方言や虚言ではないことは言うまでもなく前編を通じて有益なしさが王立しています まさに怪盗ンマとは核のごとし。第1章、今、世界は静かでは世界情勢を達観された上で、中国、韓国、アメリカの台所事情を痛快なまでに投資した上で、日本の時代が到来する背景を描写していきます。第2章、今、日本が直面する問題では、労働人口、出生数、エネルギー、 TPP の問題について独創的な提案をしながら安倍首相の地球儀外交の先見性を指示第3章見ずれば欠けるのは世の習いでは日銀最高裁金融庁外務省に対する大胆な指論を改陳第4章金銀あふれいずる日本で文化の本質とは何かを説いた上で第五章世界が日本化するでは 畳み込むように草氏は炸裂していきますまたエピローグでの産業革命をめぐる考察は本書の白日とも言えるでしょう本書は極めて独創的にして主観の強い視察となっていますが新しい時代を切り開く力はこうした大胆なアイデアから生まれるのではないでしょうかまた草下氏の著書に通定している日本 そして日本人への近似にも感銘を受けました。新たな年を迎えるにあたり、本書との出会いに感謝したい。以上。興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。